はい、どうも柴田です。もうねめっちゃ疲れてて今日いろんなことありまして、今日の動画ちょっと長いです。長いんですけども、まあ、最後まで見ていただければ、幸いです。今日僕の、パチンコの収録が、まあ、とあるパチンコ屋さんであったんだけれども、その、パチンコ実践の収録中に、ヒップホッパーなのかな、おそらく、僕と、カン、AK ガミとのこの喧嘩で、まあ、そこに食いついて、フラストレーションが溜まったキッズが、リアル突を仕掛けてきまして、今日そのちょっとその話です。とりあえず、まあ、映像を見てもらおうか。こんな感じで、僕の収録中に、カン、キッズが、乱入してきました。どうぞ。ごめん、今、今、聞いて、今、仕事中だから、分かった分かった、じゃあ、仕事終わってから、仕事終わってから、仕事、じゃあ、ちょっと外行く。どうすんだよ。あとで、あとで。あとで。に、逃げないから、逃げないから、あとで。あとで。いや、絶対逃げない。絶対逃げないから。絶対逃げない。まあバカにしてないよ。バカにしてないよ。してない、してない。回してる。外出た方がいいですかね。大丈夫です。ヒップホップバカにするんだなってやばはい、こんな感じで、見てもらったんだけども、説明すると、まあ、僕は普通に、パチスロハーデスを実践中に、最初ファンかなと思ったんだ。ファンかなと思ったんだけども、マスクをした、まあ、あんちゃんが、若いあんちゃんが、こう、俺に、まあ話しかけてきて、お前 YouTuber の柴田だろみたいな言ってきて、で、ああそうだけどって言って、な写真撮影かなみたいなサインかなと思ったら、なんかその、なでも何言ってるかよく分かった。マスクしてるし、パチンコだと音がうるさいから何言ってるか分かんなくて、ええってわーわー言って、なんかわーわー言って、ええって言って、よくよく聞いたら、てめえヒップホップをバカにしてんだって、てめえヒップホップバカにしてんだってなみたいなことを言ってん。で、ああなるほどと。カンのファンなのか、ヒップホップファンなのか知らんけど、まあ、来たなと。で、思って、で、俺は一応、まあ、動画にも、さっきの動画にも出てる通り、
まあ、仕事中だから、あとお店に迷惑かかっちゃまずいから、じゃあ後にしてくれと。まあ、収録が終わった後、まあ、いくらでも相手するから、とりあえず外出て、後にしてくれっていうのを伝えて。で、まあ、その場は一応その、店員さん何人かに、まあ、つまみ出されて、外に出されたわけさ。その缶キッズたちがね、5人ぐらいいたのかな。で、結局、お店の周りをなんか、しばらくうろちょろしてたんだけど、俺が、実践終わって、お店の外でエンディング撮ってる時には、もうその子たちはもう一人もいなかった。っていう感じで、まあ、終わったのよ。でね、まずこれが、カンが差し向けた、やからではないと思う。もしこれが、カンが差し向けたやからだったら、まあ、あまりにもその中途半端すぎるし、もしカンがこれを、自分のね、後輩たちに行けって、柴田をぶっ飛ばしてこいって言って、行かせたんだったら、それはもう、カンはもう二度と、そのヒップホップの業界にもう、いるべきではないと思う。なぜなら、彼らがやったことっていうのは、ヒップホップという音楽を貶める行為に他ならないから。うん。で、まあ、俺と、カンの、どっちが悪いかとか、まあ、いろいろこの動画でやりとりがあって、どっちが悪いかとか、どっちに正義があるとか、どっちが、筋が通ってるとか、そういう話はここで置いとく。まあ、いろんなね、ものにはま、いろんな考え方があって、俺はね、俺なりの、俺は自分が正しいと思って行動してるし、カンは、ま、自分なりの正義で、こう言い返してきて、まあ、でもこう、ま、動画のラリー、リレーか、ラリーか、ラリーになったわけで。で、まあまあ、その、どっちが正しいかは、いろんなね、見方があるから、どっちが正しいっていう話はこう置いとくんだけども、まあ、結局さ、今の現状って言ったら、まあ、こう、カンが柴田に恥かかしてやろうって言って格闘技の試合を持ちかけたりとかさ、で、俺がじゃあこうだって言ってさ、こう、応酬があって、で、結局今、カンは何も返事できないわけじゃんよ。俺が、なんだその画面ゆらゆらしてさ、冷蔵庫から3000万出す動画とか上げたりとか、俺がわざわざラップでね、ディスったりして、でももうカンって何を言っても、どんな動画出しても、結局もう、どうしようもないみたいな。結局これ以上動画出しても恥をかくだけっていう状況を、まあ俺が作り上げたわけさ。で、これって、もう要はどういう状態かっていうと、まあ映画8マイルで、エミネムとパパドックの、要はその最終決戦よ、フリースタイルの。で、そこで、もうエミネムにうまいこと、もう先手でめちゃめちゃ言われて、パパドックもう何にも言うことないみたいな感じで、もう完全に沈黙しちゃうみたいな。そういう状態に今なってて、カンが何もできてない状態さ。で、そんな状態になりました。なりましたっていう時に、その、その、殴ってくんの。だってラップ、フリースタイルって口八丁でさ、お互いの痛いところをついて、相手をこう、なんか、こう、相手に勝つみたいな。相手がもう何もグーの根も言い返せないような痛いところをつい口八丁で勝つっていうのがさ、そういうスポーツでしょ。それを、ね、口喧嘩で負けたから手出しちゃうの。人に迷惑かけに行っちゃうの。この時点で、もう、恥ずかしすぎて、それ一番痛いやつでしょ。ね。だからね、なんか、一番恥ずかしいことやってんなと思うわけよ。まあ、で、あと、まあ、今日、突してきたね、キッズがね、カンのファンじゃなくて、ただ単に、まあ、ヒップホップのファンっていう可能性もある。カンとか関係なくて、ヒップホップの、ファン、だとして、まあ、俺のところに来るわけじゃんよ。でさ、俺はまあじゃあヒップホップのことをさ、ツイッターとか動画とかでバカにしたとする、バカにしたよね。まあバカにした、それは認めるわ。バカにしたけど、なんでそれに対して怒るの？ね。っていうのは、なんかヒップホップってさ、まあ海外では、まあなんかヒップホップの音楽をやってる人たちがさ、まあ、覚醒剤とか大麻とかね、やったりとかさ、人殺しとかやったりして。で、まあ結構なんて言うんだろうな、ギャング的な人たちがやってる音楽みたいな。まあ、日本でも、まあ、柄の悪いなんかいろいろ事件とかはあった。あったっていう背景があるし、そのヒップホップっていう音楽に対して、まあ、よく思ってない人間がいることは確かじゃんよ。だから、そういう人が、ヒップホップのことをよく思ってない人がいるっていうのは事実でしょ。で、実際にじゃあそのヒップホップなんて俺は全然よく思わないねって言ってるやつ、に、いちいち腹を立てて、殴りに行っちゃうの。行っちゃうのって、
それってそもそもヒップホップという業界にもなんか理解が足りないというか、足りてないよね、俺思うね。っていうのは俺は、パチスロが趣味。あと、音楽で言うんだったらヘビーメタルが趣味なの。ヘビーメタが趣味で、で、特にパチスロなんかはよく思ってない人っているわけじゃん、世の中に。で、それは、しょうがないと思ってる。でもパチスロっていうものをね、まあ、悪いところもあるから、だからこれ、なんて言うんだろう、この業界に、このことをよく思ってない人がいるっていうのも分かってる。だから俺は、パチスロのことを悪く言う人がいても、まあ、それは、そういう意見もあるよねって、俺は捉えられる。だからパチスロが好きだけれども、それと同時にパチスロっていう業界を、なんかまあ客観的に見れてる部分もあるし、まあ業界に対する、なんだ、知識もあるから、ただパチスロが悪く言われたところで、まあ俺は、まあでもそういう人がいていいと思うし、そういう人がいる業界だっての分かってる。分かってんだよ。でも、ヒップホップをバカにされて、トサカに来ちゃうキッズは、もうそもそもヒップホップっていう業界に対して深い理解がないんじゃないかなと。俺は思うわけね。だからなんか好きだったらね、ヒップホップが好きだったらさ、どんだけ悪いことさ、ヒップホップのことクソみたいなこと言うやつがいても、堂々としてればいいのにって。いや、俺はヒップホップ愛してるから。誰が何と言おうと、俺ヒップホップ愛してるからって。で、ドンと構えてりゃいいのに、ヒップホップをバカにされたからと言って、人に迷惑かけに行っちゃうってこと自体が、なんていうかヒップホップという、なんか、音楽を好きな人っていうのをなんか下に下げてるみたいなね、ところがあるんじゃないかなと。それこそ、このカンと僕との、やりとりを DO っていう人が、練馬ザファッカーの DO っていう人がさ、ラジオでさ、言ったわけじゃんよ。まあ、喧嘩してるけれども、まあ、ヒップホップっていうものの理解が、まあ、柴田にはこう足りてないみたいな。要はオーバーサイズの服を着てさ、不良みたいなやつがさ、ダジャレを言ってるみたいな。あ、まだそこで柴田って止まってんだ。で、ヒップホップって世の中で、まだそこで止まってる人がいるんだ。で、でもこれはヒップホップっていうものを世の中のね、多くの人に知ってもらう、大きなチャンスだ。って、DO は言ってる中で、ね、ヒップホップっていうものが、まあ、柴田の動画きっかけで、大勢の人のさ、まあ、キッズだけど、子供たちかもしんないけどね、多くはね。多くの人に見てもらう、まあ、窓口になったわけじゃんよ。で、その窓口になって、ヒップホップっていうものが一時的でも注目されてる状態で、なんで、ヒップホップをヒップホップを聴いてる人間、ヒップホップをやってる人間、聴いてる人間っていうのが、まあ、なんて言うんだろうな、人に迷惑かけちゃう。社会の常識を知らない。ね。理論が通用しない。口喧嘩で負けたら手が出ちゃうみたいな。っていう風なさ、うわ、ヒップホップってやっぱりバカがやる音楽なんだなって思われちゃうかもしれないようなことをやっちゃうわけ。あ、伝わってるか？俺の言ってること伝わってますかね？もうそんな感じで、なんかいや、俺ね、多分ヒップホップっていうね、音楽をね、ヒップホップっていう音楽を愛してる、本当に愛してる人は、今日俺のところに突してきたキッズのことを、余計なことするんだと。てめえみたいなやつがいるから、ヒップホップが下に見られんだよって。怒ると思うわ。という感じでね、まあ、今日僕のところに、ヒップホップ大好きキッズがね、突してきたんだけども、結局ね、俺は、閉店後じゃない、実践後に外出て、そいつらがいたら、まあ、俺、格闘技もう12年やってて、怪我させることできないから、で、もちろん喧嘩とかできないし、俺の通ってたね、道場とかね、出入りしてた格闘技の団体に迷惑かけちゃうから、だから俺はもちろん怪我させることはできないけども、まあ、ね、そっちがやるつもりだったら、怪我をしない、相手に怪我をさせずに、まあ、制圧してやろうとは思ったよ。だけど、結局帰っちゃったんでしょ？凄むだけ凄んで。すべてにおいて中途半端なんだよね。だ結局、ヒップホップに、っていう業界に対する、意識も低いし、理解も足りないし、まあ、あと俺に凄みに来ただけで、結局、柴田と、に、もう、なんでもいいからとりあえずぶん殴ってやるっていうところまで行ってないし、すべてにおいて中途半端。っていう感じで、正直すごい腹が立ちました。はい。
そんな感じのことがね、起きました。はい、皆さんはこの事象を見てねどう思うでしょうか。俺はね、今日俺のところに突入してきたキッズは本当にね恥ずかしいやつだし、こいつがヒップホップが好きっていうのは言わない方がいいと思うわ。それはヒップホップに対して失礼なことをこいつが一番やってると俺は思いました。はい、そんな感じで、柴田が、今日あったねパチンコ屋さんであった出来事をお話しました。皆さんの考えコメント欄で聞かせてください。では。